すごいコメントを入れました。自分で写真を降りてた、はい、あ、画面に向かっても、はい、まあ、かっこいいし、大丈夫でしょうか。すいません、一度落ちてしまったので再起動いたしました。また見られ、見られてるでしょうか。これは大丈夫でしょうか。福耳0815さんが、すいません、はい、そうなんです、監督はすごいんです、だから監督は病気じゃない。なんでそこにこだわってる。さっきの特殊能力の具体じゃないですかね。まあ、いくらでもあるから、ね、ごめんなさい、今日なんかまた謎の事故が起こって、今日も頻繁に配信が、これね、原因がこっち側の原因だったり、ユーストリーム側の原因だったりするから割と分かりづらい、ね、特定できないんですよね。もっと少なくても、今配信また再開、再開しました。画質落としても2000円ぐらいしかかかんない、止まったから、もうユーストリーム側の問題だと思ってんだけど、これいいじゃん、うん、沖縄って言いそうじゃない、うん、いつもより画質落としたっけ、台湾、沖縄と似てるねーって。なんかもう、はい、もうね、なんか自由な話が。忘年会ね。ごめん。いいですか、じゃあ、黒トカゲさんの方からね、帰ってきたーってね、ちゃんといつも見てます、見てらっしゃるんで、ね、落ちたーって言ってたから、好きな話してました、ね。どうぞ、どうぞしていいですよ。あ、はい、ということで。で、もう一つだけいいですか、うん、特管小僧の活動の中でもう一つ大きなこと。もちろん一番八千万が今回大きかったんですけど、もう一つが沖縄国際画祭です。あ、3月にやりましたね、準備が重なってたからね、大変でしたね。チームの4月、俺ね、国際映画祭絡みではね、いい話があるくらい、ちょっとトイレ行ってくるわ、そっちかよ。CM の後でみたいなね。そうもしかしたら CM 中トイレ行ってくださいね。今年の話じゃないから、これもしかしてあれかな、すげえなんか変な話だけど、今日のなんか配信が落ちるのは、うん、出演者が多いから。それか君の名前を忘れたから、ディスったから。全世でみたいなね。うん、これ因果応報みたいな。なんで今日先週、うん、あ、正解です。先々月はこんな問題起こらなかった。例えば視聴者側の環境だったり、はいはい、思ったけど、まあまあ、今日はこっち側でも落ちるな。はい。ということで、黒岳さん、配信の塩梅が良くないのはオスプレイの陰謀だった。それか、まあ多分そうでしょう。逆に言えば、オスプレイが落ちた原因も、なんか多分俺たちのせいですよ。あ、君の名はオディスタだよね。電波が飛んでる、なんか電波が悪い電波が。不時着したのか、墜落したのか。それがちょっと気になるのが、はい、その沖縄部隊っていう意味で、メル・ギブソンが、あ、はいはい、多分来年ですね、公開される。ハクソー・リッチっていう映画を撮ってる。ハクソー・リッチでしょ、うん、沖縄戦が舞台の映画撮ったんですよ。で、結構評判いい。撮った？もう、アメリカ公開してます、11月。多分来年。でもロケは違うわけ。ロケはオーストラリアなんですけど、浦添が舞台で。そう、浦添のさ、前田コーチの、前田の戦い、前田と、かかず、あ、の高台の、かかずは宜野湾なのか、前だからかかずのあそこの流れの戦いの話なんですよ。それで、なんだっけ、人だから、そうそう、宗教上の理由もあって人は殺せないと、要はそのアメリカ兵なんだけど、その銃は持たないっていう、宗教上の理由で持たない、人も殺さないで、日本兵も含めて味方、何十名も助けたっていう、70名だったか80名だったか、 あれとは別の話か、前の戦場とワニとはまた別の話かな、あれとは、味方を助けた、味方、敵味方関係なく、あ、戦場とワニはうちなんじを助けた話、あ、うちなんじっていうか、いわゆる兵隊、うん、兵隊と、人民を助けた話、サイパンのアメリカ人が、であれはサイパンですね、デスモンド・ドスっていう、うん、でこれは沖縄での、そうそう、実はです。敵も味方もどうにか助けてほしい。軍事裁判に、軍法会議にかけられる。かけられた男の話。でさ、公開されてた批評が早速、英訳とかも全部出てるんだけど、やっぱりさ、メル・ギブソンだなと思ったけど、相変わらず残酷描写らしい。みんな、もう人肉解体らしい。バーン。またネットが落ちそうになってる。なんで、ヒューマニズムじゃないぐらいのすごいひどい話になってますけど、あ、落ちた、何なの、それを、その日本の公開が、ごめんなさい、落ちた。